ヤギになったことがある。パンにもなったことがある。最近では鹿にもなったな。いろんな動物にもなったし、さて今回は何になるのかな？そう、スパゲッティです。フレディスパゲッティやっていきましょう。ゲーム実況者カーダと申します。今年のゲーム、そうなんだよね、出てまだそんなに経ってないかな。まあこういうね、チンゲーというか、シミュレーター系はね、大好きなもんでね、レベルを選ぶ。とりあえず最初からやっていくか。閑静な住宅街。舞台は海外だろうけども。お？さた、フレディについて知りたいですか？まあよく聞いてください。ほら、フレディは、実は、そっとくぬーと、多分ね、ちょっとなまってるんでしょうね、最初の。サターってのは。スパゲッティ。私は、P ・スター博士です。あ、放送禁止用語が入ってるようですね。アベリーズスクールで、博士号、へぇ、その上、パスタ博士の、不幸なあだ名は、意識のある面白いマシンとの型破りな旅にちなんで命名されました。そして、イタリアのある特定の料理とともに旅をたどりました。なんだこれマシン。これは私の人生の有意義な半分を費やして作っちゃったよと。プロジェクトが最終段階。私は興奮して自分自身を閉じ込めることができませんでした。最初にどのようなものに意識を植え付けるべきですか？私の車、トースター、いいえ、スパゲッティ。数え切れないほどの試行錯誤の末天才とバカは紙一重って言いますからね。そういう傾向でしょう。私はドリームを見ました。お、これを典型と。塩大事だからね。これでもかってぐらい結構いるでしょ。スパゲッティをポットに入れようとしてた時、スパゲッティの一本が私の手から飛び出し床に落ちました。それはまるで意識のある存在のようでした。おお。キッチンに向かい、すぐに個人の研究室に急ぎました。マシンが起動して準備が整った後、スパゲッティの一本を慎重にマシンに配置しました。すると、この瞬間、私にいきなりの思いがつきました。なんだこれ。まあ、思いついたって感じなんだろうな。その名前はフレディ。タイトルにもあるフレディ。この名前は私の顔に笑顔をもたらした。これには博士もにっこり。異常のゴーグルってなんだろうね。まあちょっと異様というか不思議なって感じなんだろう。お、その日からフレディは家族の一のように。狙いをつけるマウス、左へジャンプ、ぴょん、右へジャンプ。右がこの黄色、右へジャンプ、左へジャンプってよりかは、緑が左クリック、黄色が右クリックって思った方がいいね。こうやって交互に、うん、パンの時と同じような感じだな。そのまま無理やり行くってよりかは、お、うまくいけるか。よいしょ。あ、でも、そのまま配置って言っても大丈夫だな。機械を破壊せよ。なんか、左右左右ってくっついて、よいしょよいしょって言った方が効率的かな。しかし移動なかなか大変だなこれ。まあでも交互に行った方が、お、左右左右って一発一発丁寧に行かず結構連打した方がいいね。あ、でも左クリック連打だけでもある程度進めるね。危ない、バイオハザードマークついてるよ。とりあえずお部屋に行けばいいんだろうけど、これが目的地だね。ちょっとどっちへ行けばいいかの矢印の誘導が欲しかったけども、時間1時間42分違うねそんなにはかかってない。スコアアタックとしても楽しめるんだね。ジャンプボタンを押したままにすると高くジャンプできる。へえ。お、やがてフレディはあちこちを飛び回るようになりました。なるほど、これでいい感じの、溜めすぎると終了ってなっちゃうから、ある程度のところでいい。空中ジャンプはできないか。ひっつくとかもできるかな。お、すっごい飛んだめっちゃ飛んだ。ぴょん、かわいい。ヨッシーストーリーの
ヨッシーたちの鳴き声みたい。エフィー乗れるか。よし、いいねいいね。ジャンプをキャンセルなんてもできんだ。ジャンキャンできるんだね。フレディに深刻な動きをする前に注意するように警告。これ触っちゃダメだよとかね。ちゃんと教えておかないとね。よいしょ、お風呂入れるかな。あ、便器流れちゃう、海に帰っちゃう。チャポン、便器舐めなきゃ。おほん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 、便器おほんおほん。あー難しい。乗って、これはなかなか難しいぞ。よし入ったー。やだー、スパゲッティが一本便座から垂れてる。お、サッカー。フレディは非常に活発でやる気のある存在のように見えました。よいしょ、やる気。アタック。フレディは自分の時間を無駄にしたくないようです。おお、ゴールどこだ。なかなかに移動が困難だな。まあスパゲッティだから仕方ないんだけど。むしろこの大きさでよく頑張ってる。ゴールどっちだ。そっちの方向にとりあえず頑張って飛ばしたいけど、これはなかなか時間がかかっちゃいそう。お、あそこがゴールだな。結構大変だな、あの隙間に。よし、こっからは微調整。右手前から軽くちょんとつくように。つん、うおー、そんなにいっちゃう。加減が難しい。ちょいよしな、ちょいよしな。ほらー、こんなちょろっと押しただけでこんなに吹っ飛ぶ。よーし、やっといったー。本当もうこれ、誰だこんなゲーム性にしたバカはっていうレベルだったぞ。あのね、細かい調整がね、全く効かない。あの、なんだろう、パワー貯めるのはできるけど、ちょい押しでも結構動くから、さっきのサッカーボールみたいに軽いやつがすぐ吹っ飛んじゃうんだよね。矢印こっちの方角に何かあると信じて。さあ助手としてスパゲティは何ができるんだ。なんだろうこれ、スパゲティだから仕方ないってのはわかるんだけど、あれ、ここに何かを持ってくるのかな。うん、もしかしてこれ持ってくのかな。まあサッカーボールほど重くはないからいいけど、こういう系統が続くんですかね。なんか PV 見た感じはね、もっといろんなバリエーション、なんかね、追いかけっこみたいなことしてたな。警察かなんかから逃げてるのか。これはまだ簡単だったな。さっきのサッカーボールがね、めんどくさすぎた。お、コンコン、ココン。フレディは非常に面白い人物でした。人物なの？彼は自分の心を持っていました。え、何したらいいの？コンコンだからノックしろってことか。いや逆にあの日本語化されてるのはありがたいんだけど、逆に分かりづらいわ。2階。お、できたできた。これもしやピンポン出し的な。よいしょ、バスで、あー、やっぱりあれか、ピンポン出し的に人が来る前に逃げろってことね。
コンコンしてからじゃないとこの視点にならないと、いなりコンコンなんたらかんたらと。もうちょい、これ結構シビアだよ。このメーターが赤くなったあたりで離すぐらいきっちり、うん、マックス上のとこまで来る前に、それぐらいだとちょっと遅いからね、少し早めにやるぐらいがパワーマックスでいけそうだね。彼は好奇心が彼をより良くすることを決して許しませんでした。おや？あ、トースターがあるちょっと別のゲームでお世話になったトースターがあるぞ。最近ヤギのゲームでも鹿かトースター出てきたな。お、そしてこれバグってめっちゃビヨヨンってなれるゲームだ。困る、ほんとその役俺が困るわコンロで焼けってことかな。落ちないように気をつけつつ、障害物が乗り越えられるほどしっかりジャンプができるわけじゃないな。たまに乗れるけども、うん、カチョーリ焼いちゃダメってことが。落ちずに、避けず、避けずじゃない、避けつつ、落ちずに気をつけて。判定結構きついね。いい感じに飛べると、うん、結構な飛距離いけるね。それを利用して、うん、がっつり飛んだ方がいいね。避けつつ落ちないように、よいしょ、オッケー。パスタパスタ開始。なんだそれそのデスティニーの日になると緑でここ触る。調節が全く効きませんきつ、どっちで触っても大丈夫。お、スパゲ、いやいやおかしいからね絶対その文字にならないからね。それスパゲッティとは検索。くそー、交互に少しずついろんな動きをしないとどんな食い方してんだこれ。ペチ、不穏な音楽が流れてるけども何したらいいの。コントロールとオルドとデリートをしてやった方がいいんじゃないか。控えめに言うとフレディは怒っていました。パリン暴れろってことか。いいね、こうやって破壊の限りを尽くせる系の動きは楽しいよな。よいしょ、ほい、落ちないようにね、気をつけてねフレディ。いいぞいいぞいいぞフレディ、いい子だ。そしてここに降りろと。よいしょ、おー危なかった。ほんとこれ微調整ができないから、うん、最初の飛距離をね把握して動かないと。彼は寒くて横島でした。プロトコル、え、何を起動するつもりだい。現在イコール、よいしょ、簡単だけどこのステージめんどくせえやっぱ難しいよりもね、めんどくさいが勝るよこのゲーム。サイズ、え、破壊力イコール速度かける体重かける握力ですか謎の花山方程式。サイズ、成長、天気の1、100、よいしょ、これは何を表してるんだい。
よいしょ。準備ができる。わ、なんだ。軌道のような。おー、落ちた。ゲームは落ちてないけども、ゲーム内の PC が落ちた。私はあなたにこの歌を読みたいです。いや、読まなくてもいいです。バラは赤で。てか、外に出ちゃったね。大丈夫かい？どっちに行けばいいんだ？とりあえず奥に進んでみるか。てか、フレディ大きくなったね。道路の大きさで考えると、フレディめちゃめちゃでかいよ。よし、こうやって破壊していけばいいんだね。なるほど。これも破壊できるか？お水のやつだけだね。うん。最初にやったような、うん。この左右交互に。これでスピードが乗ると結構速く進めるね。よいしょ。スピーディーに動くんだったら、溜めてジャンプするより。よいしょよいしょ。左右左右で行った方がいいんだろうけど、おっと詰まると意外と難しいな。でもこれを駆使してしっかり逃げなきゃいけないステージあるんだろうね。お、とりあえずはこれでステージクリアだね。